ブリジット・ジョーンズの日記、ブリジット・ジョーンズの日記、ブリジット・ジョーンズの日記は2001年に公開されたイギリス・アメリカ合衆国フランスのロマンティックコメディ映画画監督リチャード・カー,アーティス、ヘレン・フィールディングの3名が脚本を担当した作品はジェーン・オースティンのコ慢マンと偏見をベースに1996年に フィールディングが発表した同名小説を原作にしている。主人公のデネーゼル・ウィガーが演じ、お下劣な上司のダニエル・クリーバーをヒュー・グラント、またブリジットにとって真実の恋人となるマーク・ダーシーをコリン・ファースが演じた。制作は2000年8月から11月にかけて行われ、ロンドンやその周辺ので多くのシーンが撮影された。 ワールドプレミアは2001年4月2日にニューヨーク、4月4日にイギリスで行われ、2001年4月13日にイギリスアメリカ合衆国で同時公開されたほか、日本では同年9月12日に劇場公開された。作品はおおむね高評価を受けており、また世界中で2億8000万ドル以上の興行収入を上げるなど商業的にも成功した。 アメリカ人のゼル・ウィガーを配役したことには批判もあったが、彼女は等身大の独身女性を演じたと高く評価され、この役でアカデミー主演女優賞などにノミネートされた。続編となるブリジット・ジョーンズの日記切れそうな私の12ヶ月は200年に公開され、2016年には第3作ブリジット・ジョーンズの日記ダメな私の最後のモテ期が公開された。 32歳のブリジット・ジョーンズは新年のパーティーのため実家に帰り、実家が近い法廷弁護士でツイチのマーク・ダーシーを紹介される。ブリジットはトナカイ柄のセーターを着たマークに幻滅するが、マークの側もブリジットの生活態度に幻滅し、互いの第一印象は最悪なまま別れる。ロンドンのフラットに戻った彼女は何をやってもうまくいかない。 怠惰なシングルトンの自分を変えるため、日記をつけ始める決意をする。出版社勤務のブリジットは、上司の編集長、ダニエル・クリーバーに憧れており、二人はブリジットの服装を起点に、メールのやり取りを始める。出版記念パーティーに出席したブリジットは参加者の中にマークを見つけ、同僚の弁護士、ナターン社を紹介される。パーティーを抜け出して、ディナーに行ったブリジットは、 ダニエルから大学の同級生であるマークにフィアンセを寝取られたと聞かされる。ブリジットはダニエルと交際を始めるが、一方で母パメラは通販チャンネルのアシスタントを始め、父コリンを置いて行ってしまう。オルコンベリー家のパーティーに出席がてらダニエルと週末旅行に出かけたブリジットは宿泊するホテルでマークとナターシャに遭遇する。ダニエルは仕事のため帰宅してしまい、 一人でパーティーに参加したブリジットは過去の行いに関してマークをなじる。ロンドンに帰ってダニエルの家を訪れたブリジットは彼がニューヨーク支社のララを連れ込んでいるのを見つけて破局に至り後日ダニエルからララとの婚約を聞かされる。ブリジットはダニエルから離れるためテレビ業界へ転職し友人のマグダ夫妻のパーティーでナターン社と共に出席したマークに出会う。ブリジットは 結婚者ばかかりりがが、出席してていいるるるる。こととににす帰際マークらら好意を持っていると伝えられる人権裁判の取材に行ったブリジットは担当弁護士だったマークの取り計らいで独占インタビューに成功する33歳の誕生日を迎えたブリジットは友人たちを招いたパーティー用の料理で失敗するがマークの手伝いで何とか取り繕ろうそこにダニエルが現れララとは 発局したので復縁してくれないかとブリジットに頼むが、ダニエルはマークに票へ出されて乱闘騒ぎになる。クリスマスを父コリンと二人実家で過ごすブリジットのもとに、アシスタントを辞めた母パメラが戻ってくる。ブリジットはダーシー夫妻のルビー婚パーティに向かうパメラから、マークの離婚の原因はダニエルが彼の妻を寝取ったことだったと聞く。ブリジットはマークに好意を伝えるが、 パーティの席でダーシーテイクからマークはニューヨークに転勤しナターシャと結婚する見込みだと明かされ彼女は昇進に陥る。数日後友人に誘われたパリ旅行直前のブリジットのフラットに現れたマークは彼の悪口が満載の日記を読んで出て行ってしまう。ブリジットは慌てて彼を追うがマークは交際開始の角出に新しい日記を買いに行っただけで二人は 人目もはばからず通りで熱く口づけするのだった。かっこないは日本語吹き替え版キャスト DVD&VHS と角川から発売のブルーレイに収録。この他にサルマンラシュリ、声、稲葉ミノルとジェフリー・アーチャーが本人役で仮面を出演しており、アーチャーのブリが茶化される。他に元が仮面を出演している背景。シャロン・マグワイア監督が コメンタリーで述べる通り、仮想パーティーのゲストペニーとして、オナーブラックマンが仮名を出演している。またレストランでの乱闘シーンで歌いながら現れるギリシャ人シェフとして、クリストファー・コーロスが登場している。フィールディングは多くのインタビューで、原作小説が、ジェーン・オースティンの小説、コ慢マンと偏見並びに、1995年に BBC が制作して、 人気を博したそのドラマ化作品に触発されたものだと明かしている。BBC のドラマでを演じたコリン・ファースが原作に登場するマーク・ダーシーを演じているのも BBC 版への目配せの一つであり、ファースは自身で茶化すことで傲慢と偏見でキャラクターから脱却する機会を得たと語っていた。またマーク・ダーシーというキャラクターは BBC 版ドラマのダーシー役に惚れ込んだフィールディングが ファースを念頭に書いたキャラクターでもあった。ブリジット・ジョーンズシリーズ第一作、第二作の脚本を書いたは、BBC 版、コ慢マンと偏見の脚本家でもあり、ブリジット・ジョーンズの日記には、このドラマで、ビングリー役を演じたと、ハースト夫人役を演じたが、小さな役で出演している。ワーキングタイトルフィルムズは1997年に、フィールディングの原作の映画家権を得たが、これは、 原作、1996年発売がベストセラーになる前のことだった当初役に名前が挙がっていたのはヘレナ・ボナムイコールカーターケイト・ブランシェットエミリー・ワトソンデイチェル・ワイズキャメロン・ディアスなどだったまたトニ・コーレットは当時ブロードウェイで上演されていたに主演するためこの役を断ったというまたケイト・ウンスレットの起用も考えられたがプロデューサーたちは 彼女が若すぎると判断し、配役に至らなかった。2年にわたるサーチの結果、レネー・ゼルウィガーの起用が2000年5月末に発表された。制作を務めたエリック・フェルナーはその理由について、彼女が巨大な個性と説得力を役にもたらすのだと述べた。監督のマグワイアはゼルウィガーについて、レネーの中にコメディから感情劇まで大股で飛び移れる。 ほんの一握りの人しか持たない店舗の才能を見たと述べた。テキサス出身だったゼル・ウィガーは映画恋に落ちたシェイクスピアでグリネス・パルトローの指導もしたバーバラ・バークリーについてイギリス英語のアクセントを学んだ。また、ブリジット役を演じるために役増やして撮影に挑んだ。また、役作りとしてプロデューサーたちの求めに応じゼル・ウィガーはロンドンにある出版社で 出版部の見習いとして働いたピカドルは原作小説のイギリスでの版元である。映画の公開前、アメリカ人のゼル・ウィガーが典型的なイギリス人ヒロインを演じることに関しては多くの議論があった。しかしながら、南西イングランドのアクセントも含め、彼女がこの映画で見せた演技は広く高水準のものだったと受け止められた。2000年7月、ダーシーと クリーバーという男性主役2名に、コリン・ハースとヒュー・グラントが決まったことが発表された。また監督のは、フィールディングの友人の一人でもあり、原作に登場する、シャロン、愛称のシャザーは、イングランドでの短縮系のモデルになったとも言われている。映画ではがシャロンを演じた。主要撮影は2 0 0年8月1日から同年11月14日まで行われ、6週間かけて、 ロンドンやその郊外で撮影が行われた。ロケ地としては、ブリジットとダニエルが初めてデートをしたの他に、王立裁判所、セントパンクラス駅、タワーブリッジなどが使われている。ブリジットとダニエルが短期休暇で訪れる場所は、バッキンガムシャーノで撮影された。また、ダーシー家には、ハートフォードシャーノが使われた。ロンドンスタンステッド空港は、 ニューヨーク JFK 空港の代わりにロケ地として使われ、ブレント・フォードのはダーシー夫妻のアニバサリーパーティー会場として使われた。また、ブリジットの実家のシーンはグロスターシャーで4日間撮影された。6週間のロケ後、サリーノで撮影が行われた。作品のワールドプレミアは2001年4月2日にニューヨークので行われた。2日後の4月4日には ロンドンのレスタースクウェアでイギリス初公開と関連イベントが行われ、ゼルウィガー・ファース・グラントなど映画に出演した俳優たちが参加した。作品は2001年4月13日にイギリス・アメリカ合衆国で同時公開された。日本とイギリスでは、ユナイテッド・インターナショナル・ピクチャーズ・ユップが配給を担当し、レーティングはイギリス、全英映像等級審査機構で、 激しい言葉遣いと性的言及により、15、15歳未満の視聴非推奨、日本映画倫理機構では喫煙、飲酒シーンが多いため、R-15、15歳未満鑑賞禁止となった。日本では2001年9月22日に劇場公開されたが、この際ポスターなどには、ブリジットのライフスタイルを真似ると、貴女の健康を損なう恐れがあります。 と記載され注意喚起された。アメリカ映画協会は作品を R 指定した。また、ミラマックスが配給に参加した。VHS は2001年に発売され、削除シーン、独占インタビュー、ブリジットの正しく生きるためのガイドなど35分の特典映像が収録された。DVD には、シャロン・マグワヤ監督によるコメンタリーなどが追加で収録され、 イギリスではビデオと合わせて2001年12月1日に発売された。2004年には追加の映像特典が収録された。コレクターズエディションが発売された。2011年にはブルー、レイディスクが発売された。日本版 DVD はソニーピクチャーズエンタテインメントから発売者戸田夏子が字幕翻訳、高山美香が吹き替え翻訳を担当した。 映画批評サイトロッテンタメイトスでは155件のレビューに基づき平均点10点満点中6.9点81%指示の新鮮な映画に分類されているまた同じく映画批評サイトのメタクレティックでは33件のレビューに基づき100点満点中で66点となっている映画評論家のロジャー・イーバートは4つ星中3個分の評価をつけ このような話は、ヒロインに対して、無条件の愛情を注げなければ、うまく回らないし、ゼルウィガーを据えた配役はそれを可能にした。代役として、思いつくのは、ケイト・ウィンスレットくらいだが、近いところまで行けても、自虐的な子犬のような側面は欠けていただろうと、絶賛した。ローリングストーン氏のピーター・トラバースは、キャストや脚本、監督について称賛し、作品は、年代、 性別、国に関係なく、傷ついたロマンチストたちに快活な、楽しさを届けるとべた。ワシントンポストのデッソン・ハウは、脚本のリチャード・カーティスが関わった2作品を挙げ、ホーウェーティングに喝采した。ノッティングヒルの恋人を称賛した。ブリジット・ジョーンズを嫌いなわけではないが、ホーウェーティングを見ているような気がしたと述べた。作品冒頭のパーティーで、コリン・ファース演じるマーク・ダーシーが、 トナカイ柄のセーターを着ているシーンは大きな話題となり、アグリークリスマスセーターと呼ばれる、クリスマスの悪味なセーターの流行に一役買うことになった。主演のレネーゼル・ウィガーはこの作品で、アカデミー主演女優賞、英国アカデミー賞主演女優賞、放送映画批評家協会賞、エンパイア賞、ゴールデングローブ賞映画部門主演女優賞、MTV ムービーアワード、コリンファースト、 サテライト賞、全米映画俳優組合賞主演女優賞、ティーン、チョイスアワードチョイスケミストリー部門、ヒュー・グラントと、ダラス・フォート・ワース映画批評家協会賞に、ノミネートされた。マーク・ダーシーを演じた、コリン・ファースは、ヨーロッパ映画賞観客賞最優秀、ヨーロッパ俳優部門を受賞し、英国アカデミー賞助演男優賞とサテライト賞に、ノミネートされた。 ダニエル・クリーバー役のヒュー・グラントは、デピーター・セラーズ喜劇賞を受賞し、また、エンパイア賞、サテライト賞、ヨーロッパ映画賞観客賞最優秀、ヨーロッパ俳優部門にノミネートされた。脚本を書いたリチャード・カーティス、ヘレン・フィールディングは、イブニング・スタンダード、英国映画賞脚本賞とロンドン、映画批評家協会賞、イギリス映画脚本賞を受賞し、 英国アカデミー賞脚色賞にもノミネートされた。映画本編は、英国アカデミー賞英国作品賞、当時のアレクサンダー・コルダ賞、ゴールデングローブ賞映画部門作品賞、サテライト賞にノミネートされた。また、エンパイア賞を受賞した。2008年には、アメリカンフィルムインスティチュートから10ジャンルのトップ10において、ロマンティックコメディ映画部門にノミネートされた。 ブリジット・ジョーンズの日記オリジナルサウンドトラックは同名映画のため2001年にリリースされたアルバムでパトリック・ドイルが作曲を担当した。アルバムにはガブリエルのジェリ・ハリウェルのと2曲のヒットソングが収録されている。ハリウェルはこの曲のシングルで自身4回目となる全英シングルチャート連続1位を獲得しソロ活動史上最高の売り上げを記録した当時。 当初ハリウェルの新アルバムのリードシングルは収録曲フィールズ、ライクセックス、フィールズ、ライクセックスが予定されていたがハリウェルの申し出によってこのハレルヤハリケーンもアルバムに追加収録されることになった。ハリウェル版は音楽批評家からも高評価を受け国際的にも成功して24カ国以上でトップ10位を果たし複数の国で チャート1位の座を勝ち取った。アメリカ合衆国では多少見劣りする結果になったが、本国イギリスでは全英シングルチャートに登場するなり1位を獲得し、2週間順位を維持した。売り上げは第1週に15万5000ユニット、第2週に8万ユニットの大ヒットで、イギリスだけでシングルは44万枚を売り上げ、2001年の売り上げ13位となったほか、 ハリウェルにとって世界中で最も成功したシングルになった。この曲はフランスでも81万2000枚を売り上げるなど大成功を収め、全国音楽出版組合からはダイヤモンド認定を受けた。また2002年のフランスではハリウェルにインターナショナルソングオブザイヤーが贈られた。2006年7月にはメキシコのデジタルセールスチャートで79位に入り、 二週間トップ、100以内をキープした。ハリウェルは、ミュージックビデオについて1980年の映画、フェームからインスピレーションを受けたと語っており、またビデオ中でバレエを披露している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。